こんにちは、かおりです。今日は2023年1月25日。はい、1月も、差し迫ってとは言わないですよね。押し迫って。はい、今日は寒いですね。昨日から強風があり、雪が降りで、でそれはよしとして、1月25日は私はいろいろ予定を立てていたんですね。はい、新しいことを始めようとか、ここに行こうとかっていう予定を全部すっ飛ばしてというかキャンセルをして、でなぜか始めたのがこの心の科学の専用チャンネルを作るというね。はい、新しいことはがこれに変わりましたっていうかね。で、あのメインチャンネルの香りチャンネルの方はちょっとあのごちゃごちゃしすぎてきちゃったんですよね。で、もともとはあのこの心の科学でお話ししているような内容っていうか、まあリズムとかね、このラジオ形式だったのですが、まあ、長く続けるうちに あれこれやりたくなっちゃうんですよね。あの初心者にありがちなことらしいのですが、いやなんかニュース解説もしてみたいなとかね、いや体操も本当はいろいろ伝えたいことがあるんだよねとかね。で、体操の方は切り離して正解でしたね。これまでメインに入れてしまうと、もう何が何だかわからないチャンネルになってしまうところで、でまたそうなりかけていて、ニュース解説の合間にこの心の科学のまったり系の話が入ったり、かと思えば時々なんか料理の動画も上げたいなとかね、あと小旅行の動画も夏頃には上げていて、いやこのチャンネルは一体何みたいなね、まあ香りチャンネルだから香りがやってるいろいろなことみたいなチャンネルでもいいのかもしれないですけれども、やっぱりメインはちょっとニュース系でね、まとめたいかなというね。はい、あの同じチャンネルの中でいろいろなこうリズムの動画が入り混じってしまうと、あの見ている方がね逆になんか疲れちゃうっていうかね、あの集中力がなくなってしまうというか、まあ、一番集中力がなくなるのは私なんですけれどね。はい、なので、この心の科学を、分けてみましたと。で、じゃあここではね何をお話しするのかといったら、まあ、今までとねほぼ変わらないと思うのですが、私の心に浮かぶ事柄、はい、だからある意味ジャンルは問わないのですが、でもこのリズムはねこんな感じでやっていこうかなと。はい、あの上手にお話をしようとかね、あのこれとこれを決めて今日はこのポイントでお話しするみたいな形ではなくて、今パッと浮かんだことをそのできるだけこう嘘を排除して、そのままのね心の模様みたいなことをねお話ししていきたいなと思います。はい、その中で、まあ、健康状態ね、はい、だからその健康状態いかんによってその心がどう左右されるかとかね、はい、まあ、料理の作り方とかねそういうお話はしないかと思いますが、まあ、ハウツーものではなくてお話、まったりお話、はい、心模様とかその人間の心がどう作用しているかとかね、まあ、意識ですね、はい、心だから意識5次元と3次元をつなぐポータルっていうかその窓っていうかね、鏡としての心というものへの興味はね尽きないわけです。はい、このジャンルに、飽きちゃうとかいうことはないだろうとね。なので専用チャンネルとして、解説してもこちらは続いていくのではないかなとね、はい、そんな気がして、今日は第1回目をお話ししています。はい、でねニュースの方はね私はもうちょっと勉強を重ねて
とね、ちょっとプロっぽくなりたいっていうかね、はい、だからお話の仕方とかも含めてもう少しスピードを上げてとかね、あのブラッシュアップしたいことが山盛りです。はい、だからこちらのチャンネルはその対局にあるっていうかね、何の準備もなしに上手にお話をしようという意図もなくやっていこうかなとね、はい、でチャンネルをね別にしようと思ったらね、なんかこう開放感がありますね。こういろいろ話したいことはあっても、なんかこうニュースと並べてあげるのはなんかなっていうね、あのモヤモヤがあったんですね。モヤモヤ期があって、それがやっとこうクリアになってきて、こちらもなんか私がとてもやりたいジャンルなので、一人しゃべりね毎日一人しゃべりをね、すっきりした形でできる場を作ってよかったなとね、はい、そんな風に考えています。はい、でね、その健康面では、まあ、その口内炎問題ですね、これがやっと解決しつつあるっていうかね、はい、で、その方法を見つけたんですね。これやればいいんじゃないのっていう方法をある日ふと気がついて、それはねちょっとまとめてお話したいなとも思って、メモっていうかねファイルを作ってたんですよね、口内炎を撲滅する方法みたいの。でもね、なんかまとまる前にちょっと話したいなっていうね、ちらっとだか話してしまいたいっていう衝動もあって、まあそういうことも含めてね、こちらでもお話していこうかななんてね考えています。はい、でじゃあニュースに関して全く話さないかっていうと、そういうことではなくて、まあ、心に浮かぶこと、はい、だからこの意識界で起きること全般についてね、はい、世の中の流れとかに関しても、まあ、自由にってことですね、はい、準備をせずに、ふっと浮かんだことをお話ししてみようかななんてね考えています。先週ねライブを始めて、なんかこれもなんか良かったですね。はい、皆さんと時々交流したいっていうね、なんかその欲求とかね衝動が満たされて、ライブが終わってなんかこうほわーんとね胸が熱くなるような嬉しさがあったので、はい、自分がねの心が何をすればね満足するかとかね落ち着くかとか、ほっとするかっていうね、はい、そういうこともお話ししていきたいと思います。はい、今日はねちょっとご挨拶的な中身になりましたが、こんな感じで心の科学も、やっていきたいと思います。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。